第十レースを制しました、峰竜太選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、いいレースでしたか。まあ、ペラとか、ちょっともうちょっとな感じがあったんですけども、はい、あの。理想とする展開というか、スタート先行して、プレッシャーかけて、さしっていうのが、一番取りやすいのかなと思ったんで。はい。はい、では、レース見ながら、振り返っていきます。え、昨日もゼロ台二本のスタート決まっていまして。いや、今。<laughs> いや早くなかったっす、ね、ですね早いの行きたかったんですけど、ええ、どうしてもずれがかなりあって、はい、もう結局スタートラインの辺まで行ったら遅いなって感じしましたあそうですかう内寄りかは先行したスタートになったんですけれどもそうですね。はいはい、で一幕差しに行きました、はい、どんな手応えだったんですかまああのねみちゃんが狭い幅でもあったら漏らしてくれるんじゃないかと思って僕もあんま張らずに、はい、あのそれで漏らし狙いで行ってくれたら、はい、うまいこといったんで。 まあまあ刺した後は思った通り来ましたね。はい。あの序盤に本体をされて、はい、でプロペラに専念するということでしたが、もう、はい、しっかり叩けた感じですか。そうですね。まだ欲を出せば、はい、まだ良くなるのかもしれないですけど、整備っていうのは水物なんであの壊す可能性も倍以上にあるんで、はい、まあこれをキープしたいなっていう感じがしますね。はい。今改めての評価を教えてください。あの本当にこう怒られる感じじゃないんですけど、あのー、えっ、ー、と逆に言うと。 めちゃくちゃ伸びられることもないですし、あの出足なんかは気に入っているところもたくさんあるんで、はいえー、悪くないなってあの悪くないっていうかいい方の普通って感じですね。ああそうですか。はい、はいえー。予選手元の計算ですと7.17のポイントとなります。はい。はい、えー。準優勝戦に向けてはどんな思いで？そうですね。まあ今節6尺一本取って、えー、怖く取れなかったんで、あのー、そこからリズムアップのためにも、えー、明日準優勝戦しっかり勝って。 えー、優勝戦につなげたいなと思います、はい、では最後にファンの皆様にもう一声お願いしますはい、えー、明日もいいです見せます本場まであ表しに来てください <laughs> ありがとうございました、はい、見事勝利しました峰竜太選手でしたありがとうございました